はい、皆さん、Welcome back。 今日も来てくれてありがとうございます。今日はね、こんな事件が、こんな出来事があったので、それについてみんなで分かち合っていきたいと思います。スウェーデンでですね、このライブストリームってさ、こうよくたまにいるじゃないですか。こうやって携帯持ちながら喋りながら歩いてる人、生放送で生中継してみんなとチャットしてる人、そういうライブストリーマーがいたんだよね。アジア人のピアノが乗ってきた。そのライブストリーマーが、スウェーデンってね、もうとっくのとっくにこのパンデミック終わってるんですね。むしろ世界中が騒いでる時に唯一ずっとガン無視してた。もうね、メンタル最強な国なんですけど、そのスウェーデンでその韓国人のストリーマーかながマスクしていたっていう、この女の子2人でね。で、そこであるおじさんがその2人に向かって、マスクなんかしてんじゃねえって、まあ、すごいちょっと暴力的な言葉を使っていたから、決して彼が言ったことは悪いと思うのね。良くないことなんだけど、とりあえずその動画をね、見てほしいと思います。ちょっと言葉、英語なんだけど汚いので、ちょっと注意してください。まあ F ワード入ってるので、まあそれに字幕つけたので、ちょっと見てみてください。どうぞ。まだ、なんくれそうだ。そこロミナゴにかかってくれたな。You look so stupid, man. I don't care what you think. Why you keep talking about it to me? We fight 3 years to remove this shit, and it's not mandatory, eh? Then why you do it? It's up to me. It's up to my own choice. What? I should get fined? Oh gosh. Oh, I'm stupid. You scare people around. Okay. How about you just tell us more why I should get fined? For wearing a mask, up to my own free will. Listen to me. Okay. We fight in Europe fucking 3 years to remove this shit. Okay. And you do it on purpose. You Asian people are so fucking stupid. Yeah, me Asian people are so fucking... このおじさんが言ったことは悪いことだと思います。ただし、この女の子2人はかわいそうだと思うね。これは良いことではない、もちろん。ちょっと考えていきたいんだよね。もう最近はずっとこの話題ですよね、日本は。もう世界で一番の感染者数って言って、もう1ヶ月経ってますね。日本、世界で一番、ぶった切り。で、なんとね、世界2位がね、韓国なんだよね。で、何が共通してるかっていうと、どっちも超マスクラブな国なんだよね。東アジアでさ、日本と韓国って。世界で唯一、マスクをつけ続けている国の2つ。その2つが、世界で一番、感染者数が多い国になってるっていう、こんな皮肉なことありますかっていう。だから、マスクラブ国家がこれだけ感染拡大してるっていう、この事実に何かふとうんってなっていただきたいんですけど、この日本中の皆さんに、っていうのがあっての。いや、だから確かにあのおじさんは言葉悪かったし、やったことは良くないと思うけど、でも言ってること分かんなくもないのね。だってスウェーデンなんかさ、もともとマスクなんてしてなかったし、まあ、確かにマスクは人の自由だよ。だからつけたからってバカにされるなんてありえないし、それは良くないことなんだけど、なんだろう、もうマスクが意味ないってデータを見て分かってんのに、それでも信じ続ける。もうね、正直言って信仰レベルだと思うんですね。このマスクをつければ絶対感染しないっていうのは、信仰に見えてくるぐらい。だって事実違うんだもん。現実がそうじゃないんだもん。データがそうじゃないんだもん。なのに、マスクには感染を抑える力がある。っていう、なんだろう、もうその一回信じたら変えたくないんだろうね。その信仰を。マスクは感染対策に役立ちますっていう、その一回信じたことをもう変えたくない。まあ気持ちわかんなくないですよ。だけど、データがそう言うならとかってならないんでしょうかね。まあそうですね。ここでちょっとね、俺がすごい共感したあの方のツイートを見てもらいたいと思います。どうぞ。はい。そうですね。っていうことですね。で、まあ特にね、今夏でさ、本当に暑い中さ、やっぱりほとんどの人が外でもマスクしているっていうのは、俺すごい健康的にもすごい不安だし、まあそろそろもう目覚まそうよっていう思ってしまいますね。こういう事実、こういう現実、マスクしても世界で1位2位っていう現実がありながらも、厚生労働省はマスクしろマスクしろっていうのをずっと言い続ける。携帯降ってきたっていうね、本当にがっかりです。俺はもう日本の政府、そして日本の対応、そして日本人の
もうね、何の言葉を使っていいか分かりません。自分も日本人なので、私日本人ってくくるのは良くないけど、なんだろう、まだ分からないのっていうか、まだ何も変えないのっていう、ため息出ます。本当にため息出ます。がっかりです。すごい、うん、なんで俺日本にいるのっていう、極端に言うとね、すごい思っちゃう時はあります。でも俺が日本にいる理由はそういう楽しいからとかじゃなくて、本当に、まあ、イエス様がそういうね、あの目的を持ってると思うので、そこは文句言えないんですけど、でそんな中で最近徳島市で3年ぶりで阿波踊りが開幕されたって、あのすごい有名なね、日本の文化でしょうか、この徳島市のね、超俺あれ大好きなんでね、見に行ったことないんだけど、よく動画で見てて本当に素晴らしい、かっこいいなと思ってて、それが3年ぶりに行われたんです。ハレルヤ、素晴らしいことだと思います。しかもマスクをつけないっていう決断をしたんですよ。素晴らしい、ハレルヤです。これはでもね、笑顔が見えるってね、素晴らしくない？いや、この踊ってる人たちみんな笑顔なのさ。そしてまあ舞踊、踊りってこの表情と共にやるわけじゃん。なんかこう驚きながらこうやったりとか、この笑顔な女の子とかさ、それを踏まえてのパフォーマンスでしょ。だから素晴らしい決断だと思ったの。いや、ちょっとね、今流してると思うんだけど、あのすごいね、元気づけられるって、すごい元気が出るのさ。すごい自分までもが笑顔になる。これ日本の伝統がまた戻ってきてるような感じがして、あの僕よく冗談でみんな言い始めてるんですけど、もうマスクが日本の伝統衣装の一つになってるって、民族衣装の一つになってるっていう、本当にその通りだと思うんですけど、でもそれをまあどんな批判があるのかも分かんない中、ノーマスクでやるっていう決断したこの徳島市、本当に素晴らしいと思います。だけどこの今日本が1日20何万人だが陽性者が出てる中で、このアボードに参加した何人かが陽性になったからって、これは踊ってる最中にマスクしてなかったからだって騒いでるニュース記事だったり、あの評論家だったり、こういう人たちがうじゃいじゃいるんですよね。もう本当に心からイライラします、本当に。声だけでかくなるっていうね、何なのっていう。やっぱり、いやだってどこだって感染者出て、どこだって陽性者出てるよ、この徳島市に限らず、四国のどこ見ても。なのにちょっとこの阿波踊りに参加した人から陽性者が出たからって、はい、これはマスクしてないからって、他の20何万人どこ行ったっていう。もうね、皆さんこういう罠に引っかかんないでください。こういう罠に引っかかんないでください。俺これは本当素晴らしいことだと思ったの。また笑顔が見えて、顔が見えて、人の個性が見えて、顔が見える、どれだけ素晴らしいことなのっていう。でここ 2,3 年間俺らはそれをずっとミスしてきたの。それをずっと失ってたのさ、この人の表情を見るって。初対面で教会とかでもさ、握手するじゃん、初めましてって、会えて嬉しいですって、でもその人の顔が見れないのさ、それって本当に残念なんだよな。俺は個人的にその人の顔を知ることなく仲良くなってくっていう。ご飯も食べなきゃね。これ決していいことなんでしょうか、そして必要なことなんでしょうか。俺には分かりません。はい。まあね、このスウェーデンのライブストリームしてる人はすごいかわいそうだったかもしれないですね、この女の子2人。でもそろそろ何かハッとしないのかなっていうのは思いますね。だし、同じウイルスが世界で流行してるなら、やっぱ国々で違いが出るはずがない。あ、なんでこんな頑張ってる日本が一番今陽性者が出てんのって。なんで何もしてないアフリカの国々だったり、ヨーロッパの国々はいつも通りの生活できてんのに、なんで一番頑張ってる日本と韓国がこれだけ世界に注目されてんのって。こんな皮肉ないと思います。もう何の冗談かっていうね、何のもう劇場ですよ、このパンデミックごっこ。もそろそろやめましょう、本当に。何の誇りも持って言ってるんじゃないですけど、マスクもしてないし、ワッピーも打ってないけど、本当に元気です、本当に元気です。死んでません、このパンデミックで死んでません。一回もかかってません。ハレルヤ。みんなの意見を教えてください。俺の言ってることは全て正しくないです。全て正しいわけじゃないです。俺が言ったことを吟味して聞いてください。これはただの俺の意見ですので。でもデータとか、データとかはね、こういう現実は嘘つかないと思うので、俺はそっちに目を向けてほしいです。俺の言ってることだけじゃなくて。俺の言ってることじゃなくて、俺はそのデータとか現実に目を向けてほしいです。そういうのを促したいの、俺はこういう動画を通して、俺の意見を通して、ということでした。はい、この
いつまで続くんでしょうかというね、みんなで優しく見守っていきたいと思います。はい、ハレルヤ見てくれてありがとうございました。 I'll see you in the next video. God bless you everyone. Ciao ciao. Bye bye.